狭間っていう作品なんですけど、これは自分のこう会社とかに行ってたりっていう日常生活と自分の家に帰った時のこうプライベートな空間っていうのとの狭間っていうのが、結構こうシャワーを浴びてる時にこうそこでスイッチをオフにできるかなっていう感覚が自分の中にあって、そこのみんなと接してちょっと作ってる自分と完全プライベートな自分のその境目っていうのを表現した作品になります。